私はどうした？はっきり分かった。クレードルはワシントン DC の議事堂にある。私の拡散命令を待っているんだ。なんてこった。ここから8000キロはあるぞ。悲惨なことになる。議事堂付近にいる者は全員感染するだろう。なぜこんな真似を。この規模の諜報活動の失敗によってリビングストンの首が飛ぶからだ。首都への攻撃を阻止できない上、しかも CIA が資金提供した生物兵器を使った攻撃だ。そして誰かが彼の後釜に座る。お前か。私だ。パンテオンは追放された組織をついに支配できるようになる。ルーツ、私はもうダメ。奴らを止めて、私を。こっちにはまだ切り札が残ってる。痩せだろうな。クレードルは DC にある。議事堂にな。ハローを取り戻したら腹は切る。マジかよ。リビングストーンには知らせた。あのボケラスが動くといいが。了解だ。クソ、見つかった。撃つ撃つ、うん、クソ。生け捕りにしろ。惨めな姿だな、ウッズ。無理をするな。しろ。くたばれ。離陸したら命令を下す。心配はない。お前の苦しみも終わる。ウッズを助けるぞ。フェリックス、そっちは。何とかする。全部フェリックスを頼む。援護射撃をしてくれ。アドラーとケースは来い。ケース行け。こっちは大丈夫。行くぞ。手を貸せ。ジェーンを捕らえた。ケース、ジェーンを逃がすな。お前にかかってる。さあ行け。
を守るべきじゃなかった。お前の定職をリビングストーンに頼んだのに邪魔をさせないために。来たな。俺たちを生き埋めにするつもりか。いや、まず君たちに謝罪すべきだろう。そりゃそうだ。どうやって成し遂げたにしろ、君たちのおかげで大惨事を防げたことは考慮すべきだろう。復帰しろと。そんなところだ。また信頼し合えるか。どうかな。君たちは価値のあるものを持っている。匿名性、影の存在。当たり前だ、そういう仕事だろう。いや違う、これまでよりさらに秘密裏に動ける。手伝ってくれ、ウッズ。君たちもだ。必要なものは用意する。拠点やリソースに資金や人員もな。記録には残さない。冷戦は終わったと思ったが、もう必要ないだろう。なんだっけ、時代遅れのガンマンは。確かに冷戦は終わったが、世界はかつてないほど危険だぞ。敵の正体は今も不明なままなんだ。どう対処してほしい。これまでと同じだ。我々を守れ。ハローは消えてもパンテオンは健在だ。君たちにアバロンに戻ってもらいたい。奴らは脅威だと。ああ、問題はハロウをパンテオンに引き入れた首謀者がまだ我々の中にいる。消し去ったと思っていた。だが連中はずっとそこにいたんだ。